昨日止めてやったじゃん。落ち着けエミリア、勇者ともあろうものが情けない。あなたに言われたかないわアルシエル。あのすっからかんの冷蔵庫、もうちょっと計画的に買い物しなさいよ。魔王軍一の地上が聞いて呆れるわ。私のせいじゃ、私のせいじゃないのに。いい、さっき私の仕事場に脅迫電話が来たわ。狙われてるのは魔王、あなたも同様よ。なんだって。警告はしたわ。でもあなたを倒すのは勇者であるこの私よ。忘れないことね。お前も公衆の面前だって忘れるな。とにかく私に倒される前にどこぞの馬の骨に殺されないよう気をつけることね。俺とあいつ両方狙っている。しかも電話をかけてきたか。私のせいじゃないのに。しっかりしろ、帰るぞ。この後ちーちゃんと約束があるんだから。